はい、どうもセリカです。やってますよ、青の塔。大丈夫です。やっております。で、今はこんな感じ。もうほぼリアルタイムです。今は15回もクリアして、隠しステージをやっているっていう感じでございまして、で、もう本当に申し訳ないんです。編集がね、間に合っていなくって、今日の動画はこの後は13回と14回の様子を、お付けしてるので、よかったら最後まで見ていってください。ということなんですが、まあ、タイトルにも書いてます通り、青の塔の、まあ、追加情報というか新情報ということなんですけど、これ何かって言いますと、私が以前この青の塔について、運営さんの方にいくつか聞いてたことがあったんですが、この復刻が来る前に質問してたことがあって、で回答いただけたのがもう復刻が来た後っていう感じだったので、まあ回答としては次回の青の塔についてはっていう回答だったので、今回の復刻はもう来てるので、まあ、こんな状態で全く同じ状況で。1回から15回っていう感じで、報酬も同じで復刻でやってるっていう感じなんですけど、で、私が聞いてたのは、また青の塔は1回からチャレンジをしなきゃいけないのか、もしくは前回クリアしていた回から遊べるのか、どっちでしょうかみたいなことを聞いてたんですけど、今回は復刻なので、まあ1回から、まあ意外とやれば面白かったっていうとこがあったんですけど、開いて、また1回からかっていうのも多少あった人もいたと思うんですよ。なんですが、今回回答いただけたのは、次回青の塔が開催されるときは別途新機能を加える予定ですっていうようなお話をいただきました。なので、まあ、個人的見解を加えてお話ししますと、まあ、1回から復刻の時みたいに1回から全部ロックかかってるんではない感じなんですよね。新機能っていうことなんで、例えば、まあ、1回からやるのか、クリアしていた回からやれるのかっていう、まあ、選択できる機能なのか、まあ、何かしらのミッションをクリアして前回の分が解除されていくのか、なんかチャレンジと連動するのか、わかりません。何回から1357回からできるのか、なんかね、そんな感じなんで、新機能ということなんで、まあ、選択できるのか、選べるのか、途中からできるのかっていう、青の塔チケット何枚以上だったら、そこからできますよとか、なんかそんなようなことがありそうな感じです。なので、まあ、また青の塔が来ても、どうせまた1回からやんなきゃいけないのか、また10回を、11回をやんなきゃいけないのかっていう風に思ってる方がいらっしゃいましたら、もしかしたら10回11回を飛ばして、もう現在クリアされてる方は続きからとか、また別の方法でチャレンジしていけるんじゃないかなということだったので、まあ、皆さんのモチベが下がりそうな方がいたら、モチベ維持もしくはモチベアップにつながる情報であったらいいなと思って、急遽動画を撮っている状況でございます。なのでねまあ選べる、まあヒカキンさんの動画見ますと、クリアしたとこからできていたり、まあ、グッチさんの動画も見ましたけど、全部ロック解除されて好きなとこからできてる感じもあったので、システム上は多分できるんですが、あの方たちはやっぱり特別なので、そういった仕様でやってらっしゃると思うんですけど、まあ1回からとか、またこの苦しい回を超えなくても青の塔を遊べるようになったらいいなという感じでございます。あとはもう1個、まあ、いくつか質問はさせていただいてたんですけど、次回青の塔が開催される時はっていうような回答だったので、まあこれも予想ですけど、まあ、夏休みぐらいに青の塔がまた来るんじゃないかなという風で考えますと長期休みの時ですね。夏休みあるのかなまあそんな心配もありますが、この15回以上、今回は復刻なんで全く同じ感じ、スキンも一緒だし、回数も一緒、鬼も一緒っていう感じで、全く同じ感じで復刻版なんですが、次の青の塔はバージョンアップされてるはずなので、次回青の塔が来る時は15回以上増えますっていうような、新機能が来ますっていうような感じだったので、多分増えると思われます。で、報酬も増える、スキンも多分変わるというか増えるのがあると思います。違ったらごめんなさい。多分そうです。なので、まあ次、青の塔なんていう復刻版じゃなくて、青の塔新バージョンとか、リニューアルとか、何かわかんないですけど、まあ15回以上なのか、別館として別の塔がそびえ立つのか、わからないんですけど、ちょっと違う感じで来るということらしいので、ぜひ楽しみに青鬼オンラインを頑張っていきたいなと、皆さんと一緒に思っております。今回は復刻だったんであれなんですが、また来るときは増えるんじゃないかなというご回答でございまして、あとは UUUM さんの公式のホームページの方にも青の塔の紹介があるんですが、まあ、ご覧になった方も多いと思うんですけど、そこにも青の塔今後増えていく予定ですっていうことがちゃんと歌ってあったので、まあ、復刻なんで増えなかっただけで、次の青の塔開催時は、まあ、何回分増えるかわかんないですけど、まあ、きっと増えてくるんであろうと思いますで、まあ、青旗甲子園とかいろいろ多分合間に来るとは思うんですけど、また来ると思うので、楽しみにしていきたいなという感じでございまして、急遽動画を撮っております長々と喋ってすいません。本当はもっと喋りたいんですけどこの辺で今日はやめておきます。はい、なのでちょっと日付遡りますが、13回と14回の様子、よかったらこのままチャンネル変えずに見ていただきたいと思います。はい、それでは13回やっていきます。前回ね、めちゃくちゃ苦戦して、ここすぐ鬼に追いつかれて、なかなかボタンが押せないという最悪な状態だったんですけど、その前回にある回避法を見つけたので、今回はそれを使って楽々にクリアをしたいと思います。もうこっちに行きます。もう戦わずに一回ここに登って降りる。そうするとちょっとタイムラグができるので、その隙に押す。私は氷でもたもたしてたので、で、ここでしょ?すぐ追いつかれちゃうので、あ、間違えてる。こっちですね。ここでもたもたすると追いつかれちゃうので、そうなんです。めちゃくちゃやられてしまったんですけど、でも今回も念のため、ここに一回回避します。で、時間を稼ぎ、下に降りて、ほら、登ってきたでしょ今更登ってきたから。オッケー。これで、もう一回でクリアします。オッケーもう、これでいい。最後チケット余ったらここでやろうかなっていうぐらい。はい、こんな感じで、ほぼ、氷鬼に合わず、クリアという感じで、いけました。いやー、ね、で、最初の氷と2回目の氷、ちょっとわかんないよっていう方は、説明欄にリンクをつけておきますので、前回の、氷の攻略を出してますので、よかったらそこから見ていただけたらと思います。はい、ということで、こんな感じで、13回はクリアでいきたいと思います。はい、それでは14回、やっていきます。よし、もうスピード勝負だった気がするんで、ここをね、スムーズにいかに行くかっていうので、時間が稼げるっていうところが難しい。ちょっと待って。ダメなら引っかかる。で、ここで閉じ込めて、せき止めておくことで、どうやったんだっけ?どうやってるんだっけ?ちょっと待って。待って出てきてたね。やばいね。早速失敗してた。危ない危ない。ここでもたついたらね、終わりですよ。ゼウス頑張って。ちょっとゼウス頑張らないと。危ないですよ。魔王にはね、本当に。嫌ですからね、多分キュービ降臨もこの鬼なんじゃないかと思うので、よし !OK! 止めてやったぞ。よし、これでゆっくり行きたいんですが、多いな、相変わらず。こういうの苦手、本当に。こっちか。苦手だな。よし。一個開いて、ここどうなってる?早いな。よし今だ。で、どうやって行こう?どうやって行こう?ちょっと待って。こうだ。危ない。あそこの穴に入りたいですね。一回まず。めっちゃ多いな。いつ?タイミングはいつ?待ってよ。わかんない。ここだ。やばい。青霧が。ちょっと U ターン早いな。え、これどうやって切るの?待って。ここの人がちょっとばらけられると、ちょっといけないですけど。え、いつ行くのこれ。ここよし、行きます。ここはもうスピード勝負でいきます。危ないこう細かい曲がり方がね、もうどのスキンを使っても苦手なんで、待ってよしOK で、ここで間に合うか間に合うのか OK 止めて、で、こっからですよ。意外といけない。よし、で、今行く。ここが多いんだよな。どうしようかなどうしようかな。こっちかな。危ない。おおほぼ完です。やばい。待って、なんかこう何4匹ぐらいいる。ちょっと待ってよ。いつ行けばいい。オッケー。危ない。で、ここ2人がねバラバラ歩かれると、ちょっと待ってどうやってこう U ターンがバラバラ来ると、あ、無理。どうすればいいここえ、行けなくない？今行ってもダメだし、こっち行った時もダメだし。待ってさっきと一緒。え、難しくないここ。いや、なんか最後が難しいな。どうやって行ってたかな。はい、行きます。じゃあ急いで行きます。ここが大事、ここが大事。やだな、魔王鬼の氷イベントが来たらやだな。変なバグも重なって最悪な時ありましたもんね。いや、来た。やばい。いや、待って、どこ行った。どうなの。オッケー。あ、なんとか挟まった感じでしたね。よし、行きましょうか。何回やってんだここ。もうちょっとスムーズにいけると思ったな、11回終わったら。意外とね、12回も苦戦しましたね。待って、早いな。どこに歩いてんだ、ここの、うわっこれ4人もいたっけ、めっちゃいるな。危ない。そうそうそう、この一番下の人が2人重なってくれてないと、重なってるパターンなら行きやすいんですけど、あ、違う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 今だ、バラバラ歩かれると危ない、いけないよね。あー待って最後だから慎重に行こう。いったいったね、オッケー。あーやばかった。はい、行けました。14回。はい、これで終わったので、あとは隠しステージの攻略を、隠しステージをちょっとクリアを目指していきたいと思います。いやーマジではー頑張ります。はい、来ました、15回。あー、ようやく来ました。6月1日になっております。で、15回をやって、隠しステージは今、ランダムですかね。ランダムか。ルシファースキンチェンジ狙ってるので、またやっていきたいと思いますが、15回はね、多分大丈夫だはず。結構やりましたから。あ、ちょっと待った。ちょっと待った。待った。ゼウスできちゃった。いやいやいやごめんなさい。いや、ゼウスは無理です、まだ私。あと3回ある。ごめんなさい。ちょっとね、テントウムシに変えるつもりが。いやいや、まだ早いんですよ、私には。ゼウスで15回は。待って。まだ無理。私、ゼウスまだ無理。とりあえず、隠しステージに行って、ルシファーをあと何体かゲットしたいっていう目標だったので、ゼウスチャレンジはね、まだ私には無理なのでございますが、ゼウスできちゃった。やばい、あと1回。いやー、無理なんですよ。間違えてね、スキンそのままゼウスできちゃったんで、まあ予行練習と思ってやっていきます。先にこっちのボタンを押した方がいいっていう噂もあ、危ない。ダメだ。足に当たったー。